カナダ宇宙庁は、カナダ政府の宇宙開発機関である、イノベーション・科学経済開発省の管轄である。1989年3月に、カナダ宇宙庁法により設置され、1990年12月に認可された。本部は、ケベック州産チュベールのジョン・エイチ・チャップマン宇宙センターである。また、首都のオタワに、リビット・フロリダ研究所が、パリを呼び、 アメリカ国内のワシントン DC、ケープカナベラル、ヒューストンに連絡事務所がある。ロケットの車上は所有していない。組織の規模は比較的小さく、正規の職員は575人で、他には臨時職員やインターンシップの学生などが100人程度いるだけである。その大半は、ジョン・ H ・チ・チャップマン宇宙センターに所属している。1962年のアルエット1号の 打ち上げによってカナダは旧ソ連、アメリカに次いで人工衛星を世界で3番目に製造した国となった。アルエット1号は1年間の運用を予定されていたが実際には10年間もの長期間の運用に耐え続けて打ち上げられたアルエット2号 ISISI、ISIS2 ISIS を含め計4機の衛星によって電離層の研究は大きく促進された。この功績によって 1993年に IEE、e、からマイルストーンを受賞している。しかしカナダは独自のロケット車上は所有しておらず、アルエット1号は1962年9月29日6時5分、アメリカ航空宇宙局によってバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられた。一方1972年にはアニク A-1 が打ち上げられ、これによってカナダは 正式道場に通信衛星ネットワークを世界で初めて構築した国となった。カナダアームカナダは自国にロケット車上を持たないこともあり、主に NASA や欧州宇宙機関などと協力して技術や人材を宇宙開発に貢献させている。カナダによる技術的な貢献として特筆すべきは、カナダアームとも呼ばれるスペースシャトルのロボットアーム、そして国際宇宙ステーションに搭載されている。 カナダアーム2である。これらのアームにはカメラが取り付けられており、様々な場面で効率的な作業が可能となる。また、国際宇宙ステーションの建設では、スペースシャトルのカナダアームから、国際宇宙ステーションのカナダアームにへと部品が手渡し、される。なお、コロンビア号の事故を受けて、宇宙空間で、スペースシャトルの外壁に損傷がないかチェックするため、カナダアームに、 カナダ製の潜殺危険作用を延長ブームが追加されている。2012年現在、8人のカナダ人宇宙飛行士が合計13回の有人宇宙飛行を行っている。また、1人のカナダ人宇宙旅行者がいる。蒸気以外にもテラサット、カナダ社によって以下の商用衛星が打ち上げられている。アニク15機が打ち上げられ、うち4機は現在も運用中。 ニエミック3機が打ち上げられ、すべてベルエクスプレスベにより現在も運用中、MSAT1996 年4月20日に打ち上げられた。ありがとうございます。